FM 那覇 78.0MHz、 沖の皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお届けしておりますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。さあ、放送自体はですね、いよいよ秋という形で10月1週目の放送ということで今回収録を行っておりますが、実は収録時期がですね、ちょうど2週間ほど遡る形でスケジュールを組んでおります。ただ秋と呼ぶにはなかなか程遠い毎日の気温と日差し、そして雨というこう三つどもえでね、なかなかちょっとこう秋の心地を感じにくいというところはあるかと思いますが、そういう方には一つ DJ からのおすすめとしてはですね、朝の時間です。気持ちいい、ちょっと早めですね。時間帯でいうとちょうど5時前後ぐらいまでちょっと遡っちゃいますが、その時間帯に少し外の空気を触れていただくと、わずかながらでも秋の装いというものを感じていただける、そんな瞬間もあるという状況もあります。はい、ぜひここ直近のですね、コロナウイルスの件もありますが、引き続きリスナーの皆様には体調管理十分お気をつけいただきながら日々をお過ごしいただければと思っております。そして今週第1週目の放送分ですが、今年からスタートしておりますマンスリー企画、境目のない心世界と題して今週もお届けしてまいります。ゲストはこの企画のキーパーソンでもありますね、本日もご紹介しましょう、江垣屋はるかさんです。はるかさん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、もう間もなく年の瀬と、はい、本当ですね、いう状況ではありますが、はい、もろもろ、はい、後ほど お仕事のトピックなどもお伺いしますが、はい、この時間の流れ的にどうお感じですか？はい、先ほどアーサーさんから朝の風が少し変わったというお話を聞きながら、はい、私も最近朝少し早く起きて、なんかこう活動するのがすごく楽しみの一つになってまして、ただ話聞いてて思ったのがですね、朝の時間の認識が私プラス2時間後なので7時くらいだと思いながら、なるほど私の中で朝活がそのくらいの時間帯で、小学生の子供たちの声とかが聞こえたりとかも、はい、なんかいいなと思いながら部屋で活動とか制作しているのが最近すごく好きですね。なるほど、はい、私の場合はもう単純になんですけれども、はい、だいたい朝方4時から5時の間に、はい、玄関のポストから、はい、うん、朝刊がポトンと落ちてくるんですね。あ、なのでその音で瞬間的に目が覚めてしまう日が、はい、音質でちょっとあったりするので、はい、うんうん、なのでそれで目が覚めると二度寝する前にちょっとこう外の空気見たり天気見たりとかっていう中でたまたまちょっと気がついたんですけど、なんていうんでしょうかね、風のこの向き方とか体感温度の感覚というのは少しずつ変わってますよね。だけど変わってきてる気はします。はい、この辺は多分これから少しずつですけどね、沖縄も涼しいと呼ばれるような時期が来てくれると少し嬉しいなという感じがしてますが、はい、さあという中で今週もいろんなトピック交えながらお話伺ってみたいと思うんですが、はい、まず最初ですけれども、はい、ここ直近のはるかさんトピック、はい、コーナーみたいなタイトル嬉しいですね。はい、今日はちょっとその辺からお話を伺ってみたいと思うんですが、はい、まず
直近の活動内容を通じて、はい、はい、リスナーの皆さんにちょっとお伝えしたい内容あたりからお話を伺ってみたいと思うんですが、はい、はい、ですね、毎月、はい、カレンダーのことについて、今回もトピックに挙げさせていただいてたんですけども、5年目、はい、5年間毎年出させていただく中で、カレンダーを見てくださる方が一番最後に見開きで作品の絵と紹介の文章がありまして、はい、で自身のメールマガジンとかで日常に感じたことを文章でこう綴るように、今年は特にその時間が多くなった年で、その文章を読んで絵と文章のこのバランスがすごく好きって言ってくださる方が、はい、とても最近多くてですね、なんかその意見を聞いた時に絵だけって自分の中で思っていた世界から文字と文章かっていうのが一気に広がった中、もっと身近に持ち運びできるように画集じゃないですけど、なんか書籍みたいなあったら欲しいなっていう、本当ずっと最初の頃から買ってくださってる方の言葉を聞いた時に、なんか実はカレンダーをまず作りたいっていう気持ちよりは、どうしたらこう日常の中に絵を皆さんにお届けできるかなっていう方法の一つで、はい、カレンダーを作ろうって決めたので、最初の頃の気持ちに初心に立ち戻って、ちょっと今書籍をにチャレンジしてみようかなっていう気持ちがようやく固まりまして、ほう、早速何ページくらいの冊数のものにしようかなとか、はい、大きさはどのくらいがいいかなとか、いろいろな作品を載せつつも、パッと開いたらその時に必要な言葉を受け取れるような形の要素も入れたいなとか、もう欲張りなんですけど、最初から読んだら絵本見たくなっても面白いかなとか。なるほど。なんかいろ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 詰め込みたいなっていう時期で、今すごく想像を膨らめてますね。やっぱり絵本はいつか書いてみたいなっていう夢はあったので、はい、それを今までの作品をうまいことこう順番を組んで何かストーリーになってもいいのかなって思ってる時ですね。なるほど、はい、今なんかお話伺っていて、はい、アイディアの一つですよ、はいはい、ご自身の工数全くあれ考慮せずにちょっと喋りますけど、はい、最初のくだりの書籍という話の部分だけだと、はい、日常生活の中に、はるかさんの絵とメッセージが伝わるものがあればいいという話だと、はい、一つですね、はい、エッセイではないんですけれど、はい、メッセージ集というのかな、うんうん、この絵と付帯するメッセージというのが、はい、例えば三部構成になってて、はい、書籍として、はい、で一部二部三部の大きいこう例えばテーマがあったとして、はい、そのテーマに基づくメッセージと絵の内容がこれが一つ、はい、で第2部はこのメッセージが大元、うんうん、はい、で3部という形で、はい、あえてこう一つにまとめない方法もありかと、はい、で、うんうん、その上でそのメッセージの3部のトータルというか、はい、一つの集大成になるのが別冊で絵本として登場するとか、うん、わーすごい、すごいですね、それやりたいですね。一つ本当にうんっていつも頭を悩ますのが、はい、一冊にまとめるところの楽しさと難しさっていうのをすでにもう何度かこうぶつかってはいたので、はい、あ、シリーズかーと思いました。今急にイメージパンってひらめきますね。そうすると
なんかお話を伺っていてですよ、まあ、もちろん、はい、一つにこう集約することのメリットというのももちろんあると思っているんですけど、はい、この絵の方向性とメッセージ この多様性を一緒にカバーするとなってきたときに、はい、こう一つにまとめ上げることよりもシリーズにしてしまうことの、うんうん、メリットの方ってどっちがいいんだろうって今漠然と思っちゃってですね、はい、なんか今回のこれを機に今までの作品を自分が改めて見返したり、はい、あの作品に込めた思いとかその背景とかを振り返る時間をすごく今設けているんですけど、あの本当にシリーズになるようなこの柱っていうのがやっぱうっすら見えてくるなっていうのは感じていて、あの新しいことにチャレンジする時の気持ちとか、はい、あの現実は何も変わってないけど自分の心持ちでこんなに鮮やかに日常が変わるとか、なんか本当シリーズ化ありですねなんか新しいことにチャレンジするあなたへとか、そうそうそう、なんかもうパッて浮かぶのですけど、そうなんです。だから、うん、例えば活字だけの話の部分であれば、はい、今はるかさんが取り組んでいらっしゃるメールマガジンというものがあると思っているので、はい、うん、あれが一つこうエッセイとしての土台にはなるのかなと思ってるんですけど、うん、はい、絵とメッセージを組み合わせての書籍という前提だとすると、うん、はい、あえて一冊でなくてもいいんじゃないっていう感じですね。確かに、確かにですね。あのもうメモですあ、それでまた視野を広げて考えてみます。なるほど、うんうんうん、なんか、はい、一つなんか今お話を伺ってたのはイメージですよ、はい、うん、その方があのよりお伝えしたいことが明確になるなって思いました。だからその時に一つ大きなポイントになりそうだなと思っているのは、もともとの書籍ってなんでやりたかったんだっけっていう話と、うん、はい、カレンダーとの明確な違いは何なんだろうということと、はい、であとはこの手に取っていただく時のユーザーのイメージというのがうまくご自身の中で紐づいていくかどうかかなという感じがするんですけど、そうですね、あの本当に毎年楽しみにしてくださっている、カレンダーの発売を楽しみにしてくださっている方がいらっしゃる分、あの本当に全部の形を変えていいものなのかとか、はい、じゃあカレンダーをやろうって思った時に最初日めくりを作りたかったんですね。でも作品の数とか、はい、自分がこの何にも見通しがつかなかったので、まずは1年やってみようで1年単位のカレンダーを作ったっていう気持ちもあったので、あ、日めくりカレンダーが5年目にしてもう1回考えてもいいのかなとか、はい、ちょっと新しく考えるというよりは自分が最初に思い立ったことを全部メモしてあるので、なんかそこのメモを見ながら、あの過去の自分と対話ではないですけど、そこからヒントを改めてもらうことは多くなるかなって思います、時期的に。なるほど、はい、でもすごい楽しみですよね。はい、あの全く想像がついてないので、想像がついてないんですけど、この思いと受け取ってくださってる方のこの雰囲気とか、どういう気持ちを感じてもらえたらなっていうところをやっぱイメージして、最後具現化していくって、この瞬間やっぱすごく好きなので、うーん、今の時点ではこういうものができますっていうよりは、どういうものを自分は届けたかったんだろうとか、はい、あの改めて原点に戻るのを
やってる時期ですね。はい、だとすると、まあ、究極の話、はい、来年に関しては、はい、もしかするとカレンダーではなく、はい、別のアプローチでの展開の可能性もあるということですね、うん、そうですね、はい、そこを今前向きに考えてちょっと視野を広げて検討している段階です。ほー、はい、ただ今回の収録が9月の中ですから、はい、結論自体をどっかのタイミングで切らないといけないですね。はい、そうですね。どちらにしてももう今の段階ではもう書籍にっていうところでシリーズ化でいくのか、あのカレンダーにしても日めくりでしたらタイミングいつでも発売大丈夫なので、はい、あの 1月の最初から発売というカレンダーの形は取らないっていうのがほぼ決まりですね、自分の中では。なるほど、はい、この辺のちょっと進行状況もまた、はい、放送でね、うん、レシカの皆さん経由しながら、はい、ウェブ等でもアップできればと思うんですけれど、はい、わなんかいよいよなんかいろんな動き出しが始まるという感じですね。そうですね、そうですね、あの5年経ってこうなる結末に来るとは思ってもなかったんですけど、はい、あでも自分がもしかしたらすごくやりたいことに近づいてきてるなっていうのはすごく感じるので、うーん、はい、なんかいろいろな道のり歩みながらももっと着地点は深いところに来てるなっていう、はい、気持ちがあるので楽しいですね毎日。あこの辺は私自身も、はい、うん、なんて言うんでしょう、ご自身の活動のある種進化だと思っているんですね、はい、もちろん取り組んできたこれまでのものを生かすことも重要ですけど、はい、いろんな考え、見たもの、聞いたもの、うん、触れたもの、さまざまな五感の要素から、はい、ご自身の活動の内容自体をより変化ではなくて進化といった方がいいんでしょうけど、うん、はい、そうですね、もうこれだけ時間をかけてあの重ねてきたものなので、それ以上のものを届けるっていういい意味での何ですか、プレッシャーを楽しみながらやりたいなと思ってますね、はい、はい、ありがとうございます。この辺はぜひ、はい、ちょっと方向性が見えたら、はい、ぜひね番組の中でもお伝えできればと思っております。はい、それでは次のトピック行く前にですね、今日はここでちょっとリスナーの皆さんに一曲お送りしてみたいと思うんですが、今回はこの10月と11月の2ヶ月にまたがって、うん、DJ から取るグループの楽曲をプッシュしながらお伝えできればと思ってるんですけれども、アーティスト名、リベラと申します。はい、イギリスを拠点にしております男子の合唱団というグループなんですが、日本ではもともと古くはですね、ウィーン少年合唱団という活動していたグループがもともと非常に有名だったと思うんですが、実はこのリベラのグループのですね楽曲、日本でもいろいろと取り入れられてまして、はい、まずリベラというこの名前自体ですが、もともとラテン語で自由を指す名前なんですけれども、もともとの由来としては聖歌隊です。はい、聖歌隊がもともとの発祥なんですけれども、そこからさまざまなジャンルにチャレンジをしていこうということで現在のリベラという名前に変更しながら、かつ先にお伝えしたウィーン少年合唱団との大きな違いというのは、うん、ボーカルを除くコーラスパートの声帯の幅の広さですね、うん、ウィーン少年合唱団の場合はおそらく基本低音のパートがないはずなんですけど、はい、うんうん、このグループの場合は編成期を終えた18歳までの年齢の方も活動していると、はい、いうのが一つ大きな特徴ですね、はいはい、で今日1曲目にご紹介します、Far Away という現代なんですが、うん、こちらはですね、
当時2000おそらく9年あたりだったと思いますが、日本のドラマの主題歌として採用をされた後、テレビの製品 CM ですとか、あとはユニバーサルスタジオジャパンの冬バージョン用のテレビ CM ですね、はいはい、これにも採用されているという楽曲となります。まずは声の印象もさることながらですね、非常に卓越した技術がある、はい、パフォーマンスを見せてくれるグループだと思いますので、ぜひその点を楽しみながら今日の1曲目お聴きいただければと思います。それでは本日の1曲目お届けいたしましょう。リベラのナンバーから Far Away。今週の1曲目お送りいたしましたリベラのナンバーからファールウェイお送りいたしました、うん、いかがでしたでしょうか。何人の方のグループなんですか。おそらくですね、楽曲によって編成このパターン構成変えてると思うんですけれど、おそらく総勢で40名ぐらいは確かいらっしゃったと思います。で男性、はい、ですよね。もう最初の入りでびっくりしましたね。とっても透き通る綺麗な声が、ありがとうございます。初めて知りました。今回はこのリベラをピックアップした背景というのも、はい、この境目のない心世界という、まあ、大きなテーマがあって、うんうん、その中にいろんなトピック物語というのがあるじゃないですか、はい、ね、
こうそれがをこう一つ音楽というシーンに変えた時にどういうものがいいんだろうっていうちょっとイメージを取りながら探してみたら、はい、こちらに当たったという感じですね。どうやって探されるんですかいつも。検索ワードからですか。いや、あ、まあ、リベラのアーティスト自体はもともと知ってはいたので、はい、このイメージを繰り返しながら、はい、このアーティストのこの楽曲だとどうだろう、これはどうだろう、どうだろうというのをこう行ったり来たりしながら、で、ある程度当たりがついてくると、うん、今度は実際に再生してみて、はい、このメロディーのラインと歌詞の構成がイメージにフィットするかをリピートしながら確認してっていう。マニアックですね。ずいぶんいいですね。そう、そんな感じでやってますね。ありがとうございます。すごい、後ほどお届けします。もう一曲も、はい、すごくちょっと素敵なナンバーなのでそちらも合わせてお楽しみいただければと思っております。はい、はい、では続いてのトピックなんですけれども、トピック行く前にですね、はい、今日ちょっと画面上に今、はい、かざしてみますが、ちょっと遠いかもしれませんけれども、名刺サイズ大の、はい、はるかさんのデザインが、はい、記されているんですが、この裏面をかざすとなぜかはがきの上部、あ、白くなっちゃうかな、はい、今はるかさんのところでかざしていただいてますが見えるかな、あ、ちょっと白くなっちゃいますね。なると思うんですが、これのちょっとデザインについてこの後お話を伺ってみたいと思います。はい、はい、まずこれそもそも何だろうというところからのご説明からいきましょうか。はい、一言でお伝えすると、もう一言メッセージですね。一言メッセージを書くカード、はい、カードです。これあえて、はい、このハガキのデザインっぽく設けた理由っていうのは何ですか。はい、なんか私自身、はい、今メールでのやり取りが日常すごく増えてくる中で、たまにこの絵ハガキとか、はい、ハガキが友人から届くと、やっぱりその時すごく嬉しいんですね。なんて言うんですかね、手書きの字というか、はい、なんか小学生の頃に書き方を一緒に学校でやったなとか、いろんな懐かしい記憶とともに、はい、なんか母の日とか小学校ではがきを1枚先生からもらって家に書いたりとか、なんかそういう昔の記憶とかも思い出される瞬間が多かったので、はい、なんか手書きのものが届く瞬間の嬉しさを、何か自分が逆に今度は提供できるきっかけを作れないかなと思った時に、はい、切手とちゃんと郵便番号のデザインも入れたいと思って作りました。はい、ありがとうございます。これ、そうですね、例えばこの絵のデザインがない場合のメッセージカードとかだと、はい、時々、通販とかで、はい、ショップの方から、うんうん、手書きのメッセージカードが添付されたりするケースというのがあったりすると思うんですけれども、はい、あれのある種応用版ですよね。はい、サイズ感といい、この限られた行数の中で何を伝えたらいいんだろうっていう、はい、ある種すごく書き手もね、確かにいろんなことを試されぐ、確かに本当ですね、いうところがあると思うんですが、ただもらった時にすごくインパクトもさることながら、はい、やっぱり今お話があったように普段、はい、このパソコンですとか、うん、携帯に慣れている世代の方からするとこの手書きの持ち味っていうものがすごく見えやすくい内容なのかもしれませんね。うんうん、わあ嬉しいです。うん、
これ実際に販売リリースする予定なんですか？今のところまずは作って使ってみようっていう段階で、本当2日前に届いたんですね、これが。なるほど。で、会う方会う方にまずは自分がこうメッセージを書いて、はい、手渡してっていうのを、今5人の方にお渡しさせていただいて、はい、そのうちの中のお一人からこれ買えないのっていうお言葉をいただいたので、ここから発売に向けて考えようかなって、はい、思ってます。はい、私も正直これリリースありかなと思っています。はい、まずサイズが、この名刺サイズというのがすごくいいなというのと、はい、メッセージの内容がある種コンパクトにできるので、はい、いろんな用途に多分使い手としても選択肢が増えるというのが大きなメリットかなと思っていて、はい、ただその場合にこの絵のデザインの種類ですとか、はい、要はリリースの方法ですよね、うんうん、枚数の組み合わせですとか、うんうん、絵のデザインのパターンとか、そういったものをどう組み上げていくかというのがあると思うんですが、はい、そうですよね。それこそこの今回初めての試みで添えてる絵がですね、去年のカレンダーの作品のうちの一つなので、はい、今までのカレンダーの絵すべてでこれが作れる状態ではあるので、なんか全部つながってくるかもなってそこでも思いましたね。カレンダーでのこの作品がもっとこの身近になる瞬間をちょっと実験でやってみたいなって思ったのと、もう2年とか経ちますけど、このコロナの状況になって、はい、沖縄に来たいって思うけどなかなか来れない状況が続いてる中、通販とかネットショッピングがこう盛り上がってきてるのを感じつつも、この沖縄に来たい方に何か届けられないかなっていうので、ちょっと通販と絵、通販と絵っていうのをずっと自分に解いて通販と絵、何が自分の絵で届けられるかなっていう着地点でここに、なるほど、はい、たどり着いたっていうのが経緯ですね。うん、これちょっと面白いと思うんですけどね、例えば今のお話のように販売する側が、はい、開店に向けてお送りするという一つの方法もあるし、はい、例えば何かの施設を利用した時の利用者に対してのお礼であったり、あ、はい、とか、うんうんうん、なるほど、はい、あとはこう各イベント、はい、とかセミナーとかがあった時の一つのワンメッセージの活用であったりとか、うんうん、なんかいろんな用途に活かせそうな気はしますけど、嬉しいです。まずはこの考えてみようからひらめいて形にして楽しく使ってるっていう状況だったので、そこまで広がるっていうのを言っていただけると、皆さんの意見聞けるのまた楽しみの一つになりました、すごく、うん、いいと思いますよ、はい、これリリースしたら私も購入しますし、もちろん、ありがとうございます。すごくいいと思いました、これは、はい、なんかもうデータで入稿にかけるので、そのショップさんオリジナルのもできるのかなと思ったりとか、ショップさんのカラーがあると思うので、もし青いテーマカラーのロゴとかを使われてたら、そこに合うような青い作品をこの一言メッセージの裏の作品にして、このその企業様と描き屋春子のコラボじゃないですけど、それでその特別感ではないけど、そういうのもできるのかなって思って、うん、それ面白いですね、はい、一つのパッケージとしてリリースするだけではなく、はい、その利用する側のイメージ自体もきちんとヒアリング取りながら、はい、という感じですね、はい、なのでもう最近いろいろやりたいことが
増えてきてるので、はい、ほぼ想像ばっかしていて、なんとイメージみたいな、何がいいかなどうかなみたいな、頭の中の景色がやっぱ多いですね最近は特に。なんと、はい、今日ちょっと収録終わったら、はい、一つお相談しようと思っていた内容があるので。何ですか？また一つ増えそうですけど。何でしょう？ここじゃ言えないやつですか？まだオープンにしない内容です。わかりました、はい、ちょっとアイディアがあってですね、はいはい、わあ楽しみです。ちょっと考え事が増えるかもしれないのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、そして続いては毎月お届けしておりますがカレンダーについての、はい、お伝えですね、はい、今回は10月1週目の放送ということで10月の内容からお願いいたします。はい、10月がですね、作品を1回映させてください。10月がこんな感じです。はい、ちょっと珍しく黒ですね、黒色を使ってますね。あの日が出る瞬間、はい、最初は夜がこう明けてくる瞬間をイメージした作品です。山が黒くまだあの眠っている時間の色で、そこから太陽が少し赤く染まってきてる瞬間の作品が10月になってます。で、10月のテーマが私服というテーマのをつけました、はい、で、意味がですね、私服在の時良き出来事は流れているところに入ってきます。体を動かし心の思うまま行動してみてください。行ったその先に思わぬギフトが用意されているはずです。笑顔は忘れずに、っていうのが10月ですね。今回の、はい、メッセージ、それから私服という一つの、まあ、タイトルといいますか、はい、ベースと、うん、この色合いとのある種ギャップみたいなものも、はい、少し感じたりしますが、はい、ご自身の感覚としてはどうですか？あのこの作品を仕上げた後、はい、で作品を見て浮かんだ言葉をそれこそ同じ感想を自分にも解いたんですね。この作品と言葉のギャップをとても感じて、はい、なんだろうなって思ってたんですけど、実際今あの使う月に自分が迎えた時に、なんかこの今一日とかでいろんな情報が一度にこの自分の元に飛んできたりとか、なんかこのなんかちょっと慌ただしい雰囲気の中で、なんか一見この足を止めたくなりそうな時もあるんですけど、でもそういう時こそなんか自分ができることなんだろうとか、なんか光をこう見ていろいろ進んでいくっていうのが今自分は特に大事な時期だなっていうのを感じているので。なるほど。あの作品と今のこの現状と、はい、心を並べた時に今月に来てそのすごくしっくりきましたね。印刷に出す時まではなんだろうなこのギャップはって思って、はい、不思議だなって思ってたんですけど、あの今年から 1,2,3,4,5,6 って順にカレンダーを見ながら毎日過ごす中で、あ、ようやくこの一致したっていうのが今ですね。ほー、はい、そっか。あくまでもその月その場面として切り出していくと、はい、この少し違和感みたいなものが出てくるかもしれないですけど、はい、全体の作品としてのこう流れと、はい、メッセージの変化をたどっていくと、はい、つながるところが出てくるという形ですかね。そうですね。あのカレンダーをあの購入してくださった方も、あの買った時には分からなかったけれど、あのカレンダーを使う中で5月の絵とメッセージが今の自分とすごくリンクするとか、その時にこう気づくことがとっても多いっていうのをカレンダーを制作してて感じることが多かったですね。はい、
この辺はやっぱりこう作り手冥利でもありますね。もう嬉しいですね。とっても嬉しかったです。ほう、私もだから今こうやって改めてお話整理させていただくと、はい、最初のこのギャップというのがやっぱ薄れてくるんですけど、はい、もうこれが一つやっぱり作品とメッセージとのリンク付けにもなってるんでしょうね、うんうん、はい、おー、面白いなのでその月にならないとピタッとわからないことも多く私も含めて体感してるので、カレンダーを作るときには作品が完成して、はい、頭で考えたらちょっと違うかもっていう時も正直あるんですけど、そこで頭で言葉を打ってしまうとなんかちょっと後々にズレが出てくるのがわかるので、あー、なるほど、もう思考を入れずにもう感じたまま残すっていうのを、はい、すごく特に今年のカレンダーを大事にしましたね。はい、そうすると、まあ、今回5年目ですよね、はい、毎年そのカレンダーの制作途中、はい、完成、はい、でリリース、はい、こういろんな場面ごとがあるじゃないですか、はい、まあ、毎年ご自身の中での変化があり続けてるという形ですか。そうです、そうです、毎年違いますね、はい、そこがなんか面白いなっていうところの一つではありますね。確かに、なんだろう、こうある一つのものを仕上げていくっていうことはちょっとまたイメージが違いますものね。同じカレンダーでも、はい、定型のものを精度を上げていくというよりは、はい、いろんなバランスがあるものを組み上げて組み上げて、はい、形にしていくという、はい、流れなので、はい、考えたらやっぱ毎年違って当然なのかもしれないですね。そうですね。あとはカレンダーを作るときにやっぱり本当心と体とっていろいろ感性を使って考える中で、その時のこのマックスの状態でやっぱ作るので、はい、じゃあ今の状態の120%で作った今年のカレンダーで、来年のカレンダーもし作るならって言ったら、そこからまた自分の経験とか感性がプラスにならない限り何も生まれないって思うので、また1年いろいろ体験して、はい、経験していろんな気持ち味わって、またその感性を使って作ろうみたいな。なるほど、はい、ほー、はい、これ考えていくとやっぱり、まあ、変な言葉選びかもしれませんが、はい、毎年作っててもある種マンネリ化することがほぼないですもんね。全くなかったですね、はい、形式とかは同じなんですけど、自分の向き合い方がどんどん変わってきてるなっていうのは分かったので、うん、はい、ある種パターン化することもないですね、うん、はい、面白いこういうでも話を聞くと、はい、うん、やっぱりあれですね、ユーザーの方からは、はい、やっぱりカレンダーもという追加の話を私も今話しながらやっぱカレンダーすごい好きで作ってたなって思ってやっぱカレンダー好きだなみたい な悩み大きという感じになりますね、はい、本当にそうですね。うん、そして、次月以降の放送からですね、11月、はい、12月のものもお届けしつつ、はい、先ほどもお伝えした通り来年に向けての内容というものもちょっと放送でお届けできると思っておりますので、はいはい、その辺もぜひ楽しみながらお待ちいただければと思っております。はい、ではここで今週のナンバーもう一曲お届けしたいと思うんですが、今日一曲目にお送りしましたリベラのナンバーから、現代はソングオブライフ、命の奇跡という放題がついているナンバーをお送りしたいと思っております。これも実は日本国内とのゆかりのあります曲で、これも実はドラマの主題歌でありました。かつこれちょっとドラマの内容的にですね、親子でありながら母親が娘のために
代議母出産をするとい う, うん、ある種こう、まあ、タブーに近い内容を取り扱ったドラマで、はい、当時私が見た時のドラマだと、松坂慶子さんがお母さん役で、国中涼子さんが娘役という組み合わせで、当時確か出ていて、なんか非常にテーマが重たいにもかかわらず、その演技から出てくる言葉、それから感情というのがすごくこうよりリアルになんか伝わりながら、こう時にこう切なく、時にこう苦しく、だけど気持ちは分かるのかなってい う, こう疑問に自分がこう追いやられたり、なんかいろんな感情をこうちょっと振りながら、はい、はい、拝見していたドラマなんですけれど、はい、その大きいテーマをですね、リベラの声で聞くとこういう仕上がりになったというところも合わせて楽しみでお聞きいただければと思っております。それでは参りましょう。今日の2曲目お送りいたします。リベラのナンバーから Song of Life。
今週の2曲目お送りいたしました。リベラのナンバーからソングオブライフお送りいたしました。いかがでしたでしょうか、るかさん。とっても透き通っていて、あの曲を聴くときにこの曲は一体季節はいつでとか何時だろうとか、その背景をイメージしながら聴くことが多いんですけど、はい、あまりに透き通りすぎても時間がわからなかったですね。伝わりますか？わかります。あの何時？え？っていう日常とちょっと離れてるくらい綺麗というか、あのそのくらいなんかびっくりしましたね。あ、美しくて、はいはい。でもそこはなんかすごくわかる気がしますね。なんかある種こう季節もしくは時間とか。はい、そういったものにとらわれない何かがあるというか、うんうん、はい、本当にすごいグループだなと思っていて、うん、はい、で来月はまた別枠の、はい、2曲なんですが、はい、こちらもユニバーサル・スタジオ・ジャパンのですね、はいはい、タイアップナンバーになっていたものと、あともう1曲はちょうどこの時期だとおそらくこのリベラのグループが浅田真央さんの、はい、なんですか、エキシビジョンの楽曲で採用したジュピターですね。もともと日本の女性のアーティストの方、ごめんなさい、はい、名前ど忘れしちゃいましたが、平原彩香さんですね、はい、あの方の楽曲のモチーフを、はい、このリベラが歌っている、はい、楽曲でエキシビジョン使ったことがあるんですけれども、はい、その時期あたりに、はい、収録されたナンバーです。こちらも、ね、すごく楽しいナンバーなので次月を楽しみに、はいはい、お待ちいただければと思っております。、はい、ということで、はい、なんとまもなくエンディングでございます。早いですね。あ、大丈夫ですよ、今日あと2分ぐらいがあります。あ、2分ですか、はい、もう10月ってびっくりですね。丸々の秋ってアーサーさん何の秋がパッて浮かびますか？秋、はい、自分的には、はい、あ、音楽ですね。あ、音楽の秋、なるほど、はい、私ちょっと読書の秋をしようかなと思ってます、今年は。今年は、はい、今毎日見開き2ページぐらいずつちょっとずつ読もうと思って、隙間時間に読んで隙間時間に読んでみたいな。なるほど。ちょこちょこやってる、読書をしてます。これ何か取り組んだきっかけってあるんですか？あ、なんか友人がピンときて、多分今の私にいいはずって言って本を一冊貸してくれて、はい、分かって読んでみるみたいな、それがもうきっかけです。あ、でもそれによっていいかもしれないですね、はい、私はもうどちらかというともう本に関して言うと、はい、最近はもうちょっと部屋が事務所代わりなので、はい、かさばるからあまり購入はしないんですけど、もともと文庫本と呼ばれるものがあるじゃないですか、はい、あれとかだとだいたい平均で1時間半以内に一冊読み終わる、早ぐらいなので、はい、なんか読み始めるって決めたら、はい、もう世界に入って入って、はい、もう最後まで一気読みしないとダメな人なので、はい、むしろ今はちょっとこう、はい、我慢我慢じゃないですけど、なるほど、置いてる感じはありますが、はい、あ、はい、そうなんですね。本の世界も楽しいですよね。そうです。で今特にこの時期に音楽についてある程度こう見てるのも、はい、今のこうはるかさんのコーナーもそうなんですが、はい、番組自体でやはり楽曲をいろいろと取り扱うじゃないですか、うんうん、だからそのイメージ付けにこう結構時間を割いてるところもあったりするので、はい、おそらくこの10年の中で今が一番多分が曲をさまざまなジャンルで聴いているかもしれません、はい、私は。へえ。じゃあこれからの音楽また楽しみですね。
ですね。である程度またコロナの状況が落ち着いて、はい、いろいろとまたいわゆる箱物で、はい、直接 DJ とか扱うケースも出てくるかと思うので、お、はい、それに向けての、まあ、事前練習というところもあるかもしれませんが、はい、その辺もちょっと持ちながら、はい、ということになります。はい、さあということで春香さん、今週いよいよ終了ということになります。また次月もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。さあ、そして番組から最後お知らせでございます。10月については9月からスタートしております福祉関係のですね、情報提供というものも新コーナー、これ6ヶ月単位でお届けします第2回が登場となります。そちらもぜひ合わせてお楽しみをお願いいたします。それではアイネットラジオ、今週はこれにて失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。